テーブルとか椅子とか足のついた家具が好きやったの でもっと身近でこうでちょっと肩にはまらないようなものを作りたいなと思いまして、曲線のような足のような形の柿を制作してます。今ちょっとアトリエにあるのは、まあ、キャンバスに描かれた絵のような作品が多いんですけども、僕としては、写真とか映像作品も作ってまして、他の入居されてるアーティストの方とコラボするのもすごい僕の作品としては、核心部分にあるんですけども、例えばこの作品も入居されている隣のアーティストの方と一緒にまあペインティングしたりとか、まあ共同制作みたいなのがすごい日常的に行われてて、クリエイティブな感じになってますね。私は漆が専門なので乾漆技法という技法で、水の中に今生きる生き物をモチーフにした彫刻を作っています。その漆の独特の艶だったりとかを表現したいときに、なんか滑らかな形、流線形の形とかがすごい相性いいなと思うので、他がみんな絵を描くか写真を撮るか、まあ一人ダンサーさんもいますけど、なんか一番多分工房にいるの時間は私が長いと思います。古い建物とか新しい建物も混在している中で、こう人が行き交う場所なので、生活 と、まあ、アトリエとかアートを制作することが一緒になってるっていうのは、すごいなんかこう行ったり来たりシームレスに、すごいすごいシンプルにフラットにできる感じがありまして、12時ぐらいから結構トラックの音とかがし始めて、多分3時ぐらいからこう仕事が始まって9時ぐらいにはもう終えるんですけど、それぐらいから私たちが起き始めて作業してっていう、なんかいろんな時間軸で人が動いているのがすごい面白いなって思います。